こんにちは、アキトです。てなことで、まずは開いたらいいねすぐお願いします。いいねは毎回既読感覚で開いたらすぐ押してください。フォローしてくれ。フォローしてください。しないまま見てる人。しないまま見てる人。見てる人ですよね。すいませんけど、フォローしてみてください。無料で見てるなら、せめてフォローしてください。すいませんけど、せめてチャンネル登録してみてください。スニーカー YouTuber も動画上げないですよね。そんな中で見てるならお願いします。あと冒頭15秒のメンバーシップ1万円広告、ブランド様向けやってますので、詳しくは概要欄お願いします。てなことで、行ってみよう。だから次の再販は余るかもしれないですね。まあ数にもよるけど。でだから本当もうネタがないからね、動画の。アトモスの件やろうと思ったぐらいないもん。あ、やっぱやろうと思ったんすよ。でもやっぱりコメントとか見てると、なんか要望はなんかニーズはありそうでしたよね。いやでも別に、だって何にも知らないしね。だって。うん、いや、あとその他の YouTuber さんがトップ層の YouTuber が扱わないのが忖度だみたいな声もあるじゃないですか。あ、ありますね。あれ、はい、僕はそうじゃないと思ってて、はいはいはい、でだって YouTuber って動画上げたいもん、数字が欲しいんだから。あ、うん、そんな誰かの問題とか炎上に乗っかりたいやん、 YouTuber だったら。まあ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 、そうですね、そうそう、動画出したいんですよ、だって乗っかれるもんなら、はい、その炎上とかに乗っかったら再生数取れるし、うん、うまくやり方やればチャンネル登録者数もめっちゃ増えたりするだろうし、うん、YouTuber だったら乗っかりたいんですよ、動画出したいんですよ、出す方が得だから。ああ、そうか、うん、だからそれを出さないのは忖度とかじゃなくてちゃんと良識があるんだと思う。あ、だと適当なこと言えんなっていう。そうそう、別に疑惑だし、だそもそも別に知らないしっていう、うん、そっかそっか、うん、YouTuber としてはそれ出した方が楽、出したいでしょ、楽でしょ。まあまあ一番今ホットな。そうそう、だってあのその出したニュース系の方とか再生数10万超えてるんですよ、15万とか言ってるんですよ。そうっすよね、やばいっすよね。うん、いやその方が良識がないとかっていうことじゃなくてね、その方はもともとニュース系なんで、まあ、うん、そもそも扱うんでしょうけど、うん、扱えるんであれば扱いたい話でありますよね。いやそうですよ、 YouTuber、うん、ネタもうないんだから、ネタもないし数字も取れたら激アツでしょう、こんな話題。それを出さないのはだから別に、うん、あの、そういう出せ出せとか、石投げたい人やん、そういうのって。盛り上がりたい人が言ってるけど、だからちゃんと良識があるっていうことなんじゃないかなって思いますけどね。それ、だからちゃんとその、なんかニュース系っていうか、ちゃんとやる人と、まあそれをエンタメとしてやるのか、難しいっすよね。なんか、スニーカー YouTuber としての責任をみたいな、なんか、ぽい温度感で言ってくる人もいるけど、その、スニーカー YouTuber として扱わないのはどうなんですかみたいな。はい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 。いや、ないよ、そんなの。そんな責任みたいなあるわけないじゃん、そんなの。素人が誰でもできるんだから、YouTube なんて。あ、まあ、確かに。ただやってるだけなんだから。はいはい、多分、そのスニーカー YouTube を見てる人って、もうおじさんしかいないんですよ。もう実際僕もそう、僕の視聴者層も見てもそうだし、35歳以上がもう 70%、80% なんで、の男性が 90% 以上なんで、おじさんしか見てないんですよ、YouTube。うん、でも、今一番来てるのって TikTok ですから。で、もちろん TikTok にもスニーカーをメインに扱うスニーカー TikToker がいるんですと。へぇー。で、それはそのスニーカー YouTuber よりも数が多いし、はい、そのチャンネル登録者数、再生数で言っても TikToker の方が多い。多いから、スニーカーの YouTube なんてほんのすごい狭いところの部分なんで、視野が狭いから、なんかスニーカー YouTuber がそのスニーカーのなんか全てみたいな。そのおじさんが見てんのは YouTube 最近見始めたでしょ、おじさん、うん、で前からまあ TwitterX はまあ見てる、うん、まあ見てますね、であとギリインスタでしょ。そうっすね、うん、インスタももう今投稿じゃないですから、もうリールだから今インスタって。リール見てないでしょ、おじさん多分。もう ストーリーギリ見てるかなっていうぐらいでしょ。で、TikTok も全く見てないやん。YouTube ショートでギリかな。ああ。TikTok のやつを、まあ、YouTube ショートで流すみたいな。うん、そうそう。YouTube のショートやってる人は、だいたい TikTok の流用で使ってるからね。だから、若い子はもう TikTok しか見てないから、スニーカー YouTuber なんて知らないんじゃない？ワンチャンマー君だよね。ああ、そうっすね、うん。若い子めっちゃファンいますもんね。うん、そう。あれ、普通の大人が見ると、いぶかしげな感じはあるけど、うん、あの感じ。うん、若い子そんなん関係ないもんね。そうっすね。マー君だってなりますもんね。そうそうそう。普通に大人気だから。あ、すっごい大人気っすもん、
すぐでフォロワー200万とかいくからね。そうなんですか。確かに180万とかなんじゃない？すごい、すごいよ。でそれをスニーカー YouTube しか見てないおじさんはなんか別物みたいな感じで、あれはあれみたいな、なんか違う目線みたいな感じにするけど、はいはいはい、いや若い子そんなのもう関係ないよ。スニーカー YouTuber っちゃ YouTuber なんかしてるね。YouTube でもまあそれなりにかなりのチャンネル登録者になってるし、あーそうなの。そのまんま TikTok の乗っけてね。だからただの一ジャンルに過ぎないから、スニーカーの YouTube なんて。そんななんか YouTuber としてのみたいな、ないない、そんなでもとはいえな、公式と絡んでるだろうみたいな言ってくるかもしれないけど、その TikToker で高校生大学生が公式の会社と案件受けるなんていくらでもあるわけ。公式と絡んでる、その例えば美容の TikTok の子たちなんかいくらでも、そんな若い子で案件受けてて、じゃあ美容会社のどっかの会社の社長一人がスキャンダルあったとして、美容扱ってる TikTok としての責任をなんて、その高校生にさ、あるわけないじゃん。そんな公式と絡んでるから、なんか責任、美容業界としての見解をみたいな、ないよそんなの。ないっすねYouTube も同じですよ。ああ確かに、ね、YouTube しか見てないから、なんか YouTuber が全てみたいな感じになるけど、はいはいはい、スニーカー YouTuber もいるし、スニーカーインスタグラマーもいるし、スニーカー TikToker もいるし、まあそうですよね、うん、っていう感じですね。まあだからキト君は本当に今ネタはないけど、まあそこに踏み出そうかどうかっていうところは、まあキト君なりのそういう考えがあるっていうことですよね。そうですね、取り扱おうと思えばもちろん取り扱えますよね。そう、いや乗っかれる、アトムス本名さん横領疑惑みたいな、なんかもうすごい僕たちは騙されてたみたいな僕得意だからサムネゴリゴリに押して、いややりたい、にもう一番にやりたいよそんなだって一番にやった人が一番だって美味しいんだから、うん、やっぱりその一番最初に取り扱った方の動画の再生数見るとやっぱすごいっすもんね。記事そのまま読むだけでも相当な、読んでちょっと自分の意見、まあ、こう解釈しますみたいなことも多少付け加えたりすれば、それでもう8分稼げるな。でもちゃんと1本になりますね、うん、ちゃんとなるねそれで。であとサムネ僕得意だから、あ折に煽って、あ折に煽って、それやった方が簡単だし美味しいけど別にねっていう。あれなんか踏み込んで聞かれてもだって答えようがないですもんね。うん、そうだって別に誰も知らないもん、そんな本当のことなんて。そうですよね、知らないし、そんな例えば連絡先知ってても聞くわけないじゃん。横領してるって。実際はね、まあその例えばなんかそういうので盛り上がるのって芸能人の不倫で盛り上がるに似てますよね。似てますね、確かにね。それ例えばなんか LINE 知ってる人がそうなったって、そんなことを実際に聞くわけないじゃん、そんななんか。聞かないっすよそんな人のね、なんか確かにな、だって本当に言ったら NI さんが不倫してるの聞かないもんもしもの話ね、もしも例えばの話ですよ、うん、NI さん、まあ、LINE も知ってますし、家も近いって近いんで、うん、言わないですよね別にそれ、まあ、やめた方がいいよなんてそんなこと言わないよね。NI さん、まあ普通に接しますよね、普通に。そうそう。で、うん、そう、別に個人間同士としては、別に仲は変わんないしね。変わんない。それ、そういうのがあっても。フランクには聞けないですよ。不倫しましたって。いや、そう、例えばの話ね。例えばね、うん。聞けないよね。まあ、例えば、まあまあ、うん。が、うん。サザエさんばりの喉に詰まるけど。そういや、期待はしてたんですよ。期待っていうか、まあ、出すのかなって、自分の。ああ、へえ。あの、アキトくんが。出さなかった理由が、今、ここで聞けたんで、うん、あまあまあ、まあ、確かにそうだよね。わかんない。この動画を出すかもしれない。あ、それがいいっすね。ほら、ここ、一人じゃないから。ああ。これいいんですか、光一さん、こんな、なんかもう、光一さんがって感じになってるけど、いいんですか。ああ、いいっすよ。全然全然。ぶっちゃけ自分も、あの件に関しては、なんとも思わないんですよ。まあ、そもそも決定じゃないから、ただの、そういう風に言った、リークした人が いたっていうだけだから、もちろんあくまで疑惑なんで、そうですね。それもちょっと、あれじゃない、最近嫌なんですけど、例えば、まっちゃんの件とかさ、ああ。言ったもん勝ちみたいな
な最近風潮あるやん。言ったもん勝ちで週刊誌がもう出しちゃったらそれが本当になっちゃうみたいなさ。あ、そうですね。まっちゃんの件で言うと最近だと女性の方が覆したっぽいですけどね、みたいな記事見ましたけどね。最近だからそういうのちょっとうんざりしてるはずなのに言ったもん勝ちでみたいな。あとそれで言うとそのリークした人、はい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 、なんか20年来のビジネスパートナー、ああそうなんですか、だったと思うんですけど、じゃあ20年黙ってたってことってならない？いやそうっす仮に本当だとしたらね、はいはいはい、その知ったのが15年前なのか10年前なのか分かんないけど、その間ずっととにかく黙ってたってことになるでしょ、うん、それはその今は仲違いしちゃってるらしいからでこういうことになったらしいんだけど、それまでは自分に利益があるから本屋さんと付き合ってて、うん、そういうの知ってても言わなかったわけやん。まあまあでもそうなりますよね。で仲違いして自分の利益とは関係なくなったからっていうことでしょ。だからもしかしたら自分の都合でっていうことじゃないですか。まあなくはないですよね。わかんないけどね。わかんないけどね。こう一スニーカー好きなユーザーとして、うん、って言うと中抜きじゃないけどされてるのは確かに悲しいかもしれないけど、でも一つのスニーカーで見た時にもっと楽しい話題があった方がいいなっていうふうには思いますよね。あまり楽しくない話題じゃないですか。そうそう。それに触れなくたっていいし別に。だってまあまあ知ってるけど、それを別に言わないっていうのもまあまあ別に普通の大人の世界やん。そうそうですね。それは忖度とかじゃなくて、まあ、一般普通そうじゃん。そんなね別に人のそのなんか揉め事になんかね。本当にだって関係ない人間ですからね。思いますよ。例えば俺も、あきとくんがなんかあだこうだじゃあ言うじゃないですか、その件について、うんうん、動画携帯で見てても言うと関係ねえよな。おい、いやでもまあ普通ねそう思うけど、でも一部ではだんまりかとか言ってくんだよ。だって忖度してるからか。いや僕だって例えば動画出してあのマウント取りたいですよ。例えばトップ層の人に。僕はアトモス TV とか出てないから、はい、そうですね、直接絡みがないから。だからマウント取りたいですよ。トップ層の人たち、本名さんと関わりあるから忖度だろう、僕が関わりないから僕が言ってやるみたいなさ、マウント取れるやん。確かにアキトくんくらいの要は中途半端な層がねちょうど噛みつけますもんね。そうそうそう本人と仲いい人たち忖度で言えないから俺が言うみたいなさマウント取れるじゃん。あーそう一番ちょうどいいっすもんね。そう、うん、いやでもそれやらないのがアキトくんのね両親だったでもこれもワンチャン出てるかもしれないけど、これはすいません、ちょっと最近ニュースないんでこれちょっと今この時と同じ回なんですけど、これやる出すぐらいなんでネタないんで、これで2本分もうちょっとだいぶ旬じゃなくなったんで、まあなんとか再生数1万だけ、すいません、稼がせていただいてありがとうございます。すいません、すいません、本当何にも知らないです、本当何にも知らないです、本当に。そうなんですよね。いや多分本当誰も知らないと思うんですよ。そうです、まあ別に誰もいいことだとは、もし本当だったらね、もし本当だったらアトモス本名さんよくやったなんて言わないよ。それは良くないことだとは思ってるけど、まあ、あえて別にそんなねだと思いますよ僕は。間接的にはこうやって意見がねあそうなんだ、まあ、すっきりしましたよ。あやっぱりなんか何にも言わないのはなんかどう思ってんだろうなっていう感じがあるんだ。そう、やっぱそれはちょっと思いますね。一視聴者として、一視聴者ですね、本当にそれは一視聴者の仮に代表として気にはなりますよ。やっぱそのアキト君って言葉悪く言うとやっぱネガキャン好きじゃないですか。悪、口悪口悪。おお、そんなこと言うんだったらこれが一視聴者の代表になるか、このファッションモンスターが一般の感覚とずれたファッションセンス持ってるのになるか。やってなった時にどう思ってんのかなっていう、まあ、こういう考えがあって動画を出さないんですよとか、こういう考えがあるから今は動画を作らずに待ってるとかっていうのが今の話のこの中であったわけじゃないですか、うんうん、だからそれはなんか聞けて一視聴者として、まあ、すっきりはしましたよ。へえ、あ、そうなんだ。多分少しモヤモヤしてる人もやっぱ中にはいると思うんですよ。だからそのなんか YouTuber としてどうなのじゃなくて、うん、そのやっぱ昔からアキト君見て、まあ、悪く言えばネガキャンが得意だから、あ、悪、口悪イメージ悪だからそれに対してどう思ってるのかな。だから一番そのフラットっていうか、へいいんじゃないかなって思いますけどね。あ、そうなんだ、うん、まあ、どういう意見がそれに対して、ね、出るかはまた分かんないですけど、ね、もしかしたらお前何言ってんだみたいな、いやだ、すぐブロックする
すいません。まあ、わかんないですけど、でも、公開して、うん、一、その、アキトくんのファンっていうか、視聴者さんに伝えるっていうことには、俺は、いい動画になるんじゃないかなって思いますけどね。まあ、その後のその、処理は全然。知らないよっていう。知らないよって。責任は持たないけど。持たないけど、どんな誹謗中傷起用か。うわー、やだ。わー、そうなんだ。これ、動画に残すつもりじゃなく、撮ってたから、だったら歩きながら撮りたかったな。止まってる動画、ちょっと視聴維持率が良くないんだよな。あー、やっぱちょっと YouTube 的なこと、YouTube 的なことですね、そういうのが一瞬よぎっちゃう。こうやって黙って立って話してるなら、あれじゃないですか、背景はだから後入れにしちゃえば、少し前までやってたそのラジオ会みたいな感じの。あー、そうですか。じゃあこれからこの後ちょっとじゃあぐるっとしていいですか。ぐるっと、いいですよ、今日付き合いますよ。いいお話聞けたんでね。無料で聞けたから。そうなん、いや、そうなんですよ。だから多分この忖度だとかじゃなくて、まあ本当にだからもう本当に一切触れないけど、うん、自分のその YouTube のチャンネルのそのスタンスを崩さないでやっていくっていうことですよ、ね、別にそうだと思う。ではでも思うかもしれないな。自分も昔アパレルに勤めてて、うん、やっぱアパレルの人たちってなんであの服がなんで手に入ってんだろうっていうのはやっぱりそのいろいろ勘ぐっちゃうだけど、ま、自分が実際働いてみて思うのはそんなになんかそのなんか好き勝手手に入るもんでもないし、うん、そう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 、ね、やっぱりその知らない世界だからこそ妄想じゃないけど働くっていうのはやっぱまあありますよね。本当あのだってからまだ疑惑の段階でもうそれ真実みたいになっちゃってますもんね。まあまあそうですね、うん、だからそれも良くないですよね。だから言ったもん勝ちのやつになっちゃってるなっていう、まあ、なんか画像とかもこういくつか、まあ、出てますけ ど, すけど、ね、それはっぽいやつ撮ればそれっぽくなるじゃないですか。わかんないですからね、本当に、うん、難しかったっすね、アキト君は立ち位置的にやっぱ噛みつけましたからね。難しい、まあそうですね、まあ、うん、そう、マウント取れた、そう、うん、そう、一番最初に出せたんじゃないですか、動画。いや、全然いけた。いけんなら全然いけたよ、だってすぐバッて出せて、そう、そうだ、意外とそういうとこね、アキト君、なんか変なやつだみたいな思ってるかもしれないけど意外と常識がね、良くも悪くも今一歩突き抜けられない原因かもしれないけど。ちょっと踏みとどまっちゃう。そうそう、意外とどんなのでもよかったわけですかね。正直、そうそう、始まりなんてぶっちゃけ、そうそう、うん、全然いい、意外と、意外と普通の部分あるっていう。いや、まあでも全部が全部尺として使えるわけではないと思うけど、まああのアキト君のいいところでこうかいつまんでこう編集していただいて、怖すぎて3分ぐらいになってるかもしれないけど、これもう50分ぐらい撮ってるよ。あ、そうなんだ。やっぱ何も言わないのも言わないで気になるんだ。まあ、何かしらの発言はあってもいいんじゃないかなって思ったりもした。別に正直全然興味ない。あ、だから興味ないなら興味ないっていうのでもよかったんです。いや、なんかみんなよくそんな怒るなと思っちゃう、うん、いや思いますよ。まあなんか視聴者としてはなんか聞きたいな、今たまたまこうやって撮影の延長線上で聞けたんですけど、うん、触れずに行くのかなとか、なんかちょっとモヤモヤ来たかなって。そうなんですね、なるほどね。まあ一個の回として作らなくても、そうそうそう、あ、動画の中で、そうそう、あんなことあったみたいだね、別に興味ないけどぐらいも、で、でもいいと思う、いいっていうことなんだ、うん、ああなるほどねって思いますね。あ、それを動画にしろっていうことではなく、ああなるほどね、なるほどなるほど、一回として扱わなくても雑談で話してるぐらいでっていうことか。そうすると、あ、アキト君やっぱこういう風に思ってたんだなとか、ああなるほどね、うん、まあ、アキト君っぽいよねとか思う人もいるじゃないですか。そんなだって誰かがめっちゃ美人と不倫してて羨ましい許せないっていう人もだからいるだろうけど、ね、いや関係ないしなっていう感じだなって僕思っちゃうんですよね。まあその例で言うと、その関係ないも関係ないっていうことを知りたいっていう視聴者もいるっていうことですよね。あ、それがだんまりそこもされちゃうと、うん、じゃあアキト君ってどっちなんの結局とかって思うんじゃないかなって。それ以外のことは他の方々がやるわけだから、うん、え、そうなの、多分これから上がるんじゃないですか、いろいろ。え、もう現に 2,3 本上がってますからね、他の方って。あ、そうで、そもそも、はい、おじさん YouTube しか見てないから、スニーカー YouTube しか見てないからあれだろうけど、 TikToker でもう めちゃめちゃもうネタとして投稿してるし、いろんな人が、そう、誰も上げないじゃないか、じゃないの、もうめっちゃ上がってんねん。
もうだって TikToker からしたってもう格好のいいネタだもん。あーそっか。もうみんな我先に出したいし、その普段スニーカー YouTuber っていうんじゃなくてもニュース系の YouTube やってる、あー時事ネタの一個として人ももう全然こすってる、はいはい、もうすでに例えばこれこれとかさ知ってるそういう人じゃない、まあ、そこまでのニュースじゃないから別に一般の世間としてね。だからそこまでの登録者じゃない人たちがのニュース系の人がもうすでに何個も出してるから動画。普通はそうなんですよ、上げたいんですよ。もう YouTube 見てるおじさん視野狭すぎてスニーカー YouTuber しかいないみたいな。まあね、今若い子は買いにくいっすからね。あーそうなんだ、買いにくいのをそんなことして。いやでもそうだからそれもおじさんだけだと思うな、若い子別に怒ってないと思うそんな別に確かにねそのリークした人もなんかスニーカーヘッズにとっての裏切りみたいな、それも多分僕の個人的な意見としてはただ単に仲悪くなって個人的な感情としてリークしちゃいってしてるだけなんで、その十何年20年黙ってたのを今言うってことはで分かんないですそれも、まあ、いやそういうことだと思いますよ。若い子そんなこと何にも言ってないじゃん、だって多分本名さんがどうしてたって今もうみんなマー君買ってくれるからいいもんだって。そう、マー君すごいっすからね。いやすごいよ、買ってもらえんだったら買っても欲しいっすね、ちょっとおじさんたちは無理なんですけどダメなんだおじさん、あれ無理なんですよね、おじさん無理なんですか、あれおじさん無理なんですよ買ってほしいけどな。別にマー君買ってくれるから別にそのいいし、おじさん見てないからもう新しいこと全然見てないもん。そうですね、と思いますね。まあじゃあ、はい、流れる絵を撮りに行きますか。そうですね、この固定されたつまんない画角になっちゃってるんで、なんか久しぶりにアキト君のこの、まあ、真面目なところを聞けたんでちょっとつまんなかったかもしれない俺は思いますよ、アキト君のファンとして視聴者としてこの件アキト君は、うん、そう、これはね別に不特定多数に聞いてほしいとか、うん、あの共感してほしいとかない、僕のチャンネル登録者数、僕の応援してくれる人に向けて言ってるだけだから、やめてください知らない人その中でアキト君はこうですっていうことが聞けた視聴者としては、うん、じゃあもうそれ以上でもそれ以下でもないねで終わりです。はい、わーこれメンバーシップ限定かなと思ってたけど、じゃあいいですかメインであげちゃって。あ、いやてかむしろそっちの方がいいと思いますよ。ええー、まあもちろんメンバーシップになってる方はね本当にファンで応援したいって、うん、でもやっぱりしていなくてもやっぱちゃんと応援してくださってる方々って多いと思うので、うん、やっぱり、まあそうですね、方に対してまたより引きつける部分が出てくるかもしれないし離れていくかもしれないいやまあ今ので離れる人はそもそも別にそうっていうことじゃない、ね、多分みんな何かしらの点について、まあ、プラスの印象でってこと、そう、聞いてやっぱより納得っていうか、あじゃあいいのかな、いや俺はいい動画になると思いますけどね。いいですか光一さん、ケイシとかにしなくていい名前、あ全然出してもらって目線黒にしなくていい、あ、だいだい、シーちょっと MI さんの振りの話だけはちょっとピーしてほしいかなちょっとあれちょっとリーあなんでやあ、いやリークしたもん勝ちやん、あそうっす怖い今の世の中言ったもん勝ちの世の中になっちゃうから、はい、そんなことないもんね、例えばで言っただけだもんね、はい、わあゴニョゴニョしてる怖い、だからね気をつけてください、わかんない真実はわかんないのにやめてください、嘘はあんまり言いたくない、わあ怖っ、今後怖っ、アキトくんチャンネルの真実みたいな、どう、あげそう、怖っ、ちょっと付き合うの怖い今はいいけど、こんな笑ってられるけど、ちょっと仲悪くなった時には分かんないってことでしょ、まあまあ、やっぱその今回の件と一緒ですよね。そうそう、そうそう、ガチ揉めした時には、YouTuber の裏側、闇みたいな、やっちゃうってことでしょ、まあそうですね。で、真実を全部話して。うわぁ、怖っよかった、影響力なくて。アキト君の闇とか出してもあんまり興味なさそうだからよかった、ね、ありがとうございます。じゃあこれでアトモスの時の動画に差し込んでおくんで、差し込んでいただいて、はい、音声だけ使わないと思うけど、この喋った時も面白い、あ本当ですか、展開だったと思いますけど、だからどっかのおまけ映像として使えると思う、新しいラジオ界か、あなかなかいい内容だったと思います、ね、あ本当ですか、うん、なんか僕としては流さない方がいいのかもしれないけどじゃあありがとうございます、はい、またお願いします、ありがとうございます。